エイドリアン・バンデンバーグは1980年代後半に成功したホワイトスネークのギタリストとして在籍したことでよく知られ、1981年にバンドバンデンバーグとして活動を始めたオランダのギタリストである。2013年、エイドリアンは新しいバンドを結成した。そのバンデンバーグズ・ムーン・キングスはニューアルバムをレコーディングし、2014年の初めに リリースされた。オランダのデンハーグで生まれたエドリアン・バンデンバーグは、もともと1978年にセルフタイトルのアルバムをリリースした、オランダのバンド、ティーザーのリードギタリストであった。その後、自身のバンドを単にバンデンバーグと名付け、1980年代に3枚のアルバムをリリースした。ネザーランドの神話は、誘惑の炎、アリバイである。 彼らは間違いなくギターのレイヤーとハーモニーをフィーチャーしたバラード曲バーニングハートとアルバム誘惑の炎を収録のフライデーナイトで最もよく知られている。広い範囲にわたってツアーを行い、1982年後半には英国のマイケル・シェンカーグループ、1983年にはキスをサポートした。エドリアン・バンデンバーグは もともと1980年代初頭にホワイトスネークに加わるようにアプローチされ、デイビッド・カバデールからはギターのスキルだけでなく、作詞作曲の才能とバンドリーダーとしての能力も変われていた。自身のバンドであるバンデンバーグの成功とトップ40ヒットバーニングハートによって当初はその申し出を辞退した。しかし1986年までに レコード会社からのコマーシャルな内容を求める圧力とその成功が頭打ちになったということもあり、彼はあっさりバンデンバーグを解散させ、ホワイトスネークのカバデールに加わることを同意した。当初はセッションミュージシャンとして雇われており、カバデールによるオリジナルバンドメンバーの大量解雇の後、彼らの名を冠したアルバムワイスネイクの完成を手助けした。彼は、 ホワイトスネークのナンバー1ヒット曲、ヒア、アイゴーアゲーンにソロを提供したが、ギタリストのジョン・サイクスが、アルバムのその他すべてのリードギターとリズムギターを演奏した。成功となった、ワールドツアーと MTV での3本のビデオの大規模な放映の後、バンデンバーグは続くアルバム、スリップ・オブ・ザ・タングにおいて、すべての音楽を共同で作曲した。怪我のために、 アルバムのレコーディングに参加できなくなったため、カバデールはリードギターとリズムギターの両方をレコーディングするため、スティーブ・バイに協力を求めた。バンデンバーグはバンドと一緒に演奏するのに十分なほど回復し、バイと共にツインギターの役割でアルバムをサポートするツアーに参加した。ホワイト・スネークが1990年に解散した後、1994年のアルバム グレーテストヒッツに伴う再結成ツアーでもホワイトスネークの一員として復帰を果たしている。再び1997年のアルバムレストレスハートでもカバデールと曲を共作した。今回は彼のストレートでブルージーなアルバムにおいてすべてのギターを演奏し有名なロック、メタルのネオクラシックと呼べるナンバーを排除しもともと大きな影響を受けていたジミヘンドリックス的な 方向に向かわせた。彼はまた、ホワイトスネークによる、アンプラグドアコースティックアルバム、スターカーズ・イン・東京、アコースティック・ライブ・イン・ジャパンでもコラボレーションを行った。ホワイトスネークの後、元、リートル、シーザーのカシュロニアング、エイドリアンとは、ホワイトスネーク時代のバンドメイトでベーシストである、ルディサーゾとドラマーのトミー・アルドリッチをフィーチャーしたバンド、マニック・エデンで演奏を行っている。 エイドリアンが1994年のアルバムグレイテストヒッツに伴うホワイトスネークの再結成ツアーに参加したとき、バンドは解散した。彼は優れたエアブラシアーティストであり、誘惑の炎、アリバイという2作のアルバムでカバーアートを担当している。ホワイトスネークがバンデンバーグの出身地であるオランダで演奏したとき、2008年6月に内名編で開催された。 アローロックフェスティバルでサプライズゲスト出演を行い、ヒア、アイゴーアゲーンの演奏で現在のラインナップに参加した。彼はまた2011年にバーニー・マースデンと一緒にスウェーデンロックフェスティバルでもホワイトスネークと演奏している。エイドリアン・バンデンバーグは2011年に故郷のエンスヘデからオランダのサッカーチーム FC20 のために A number、no. 1と呼ばれる曲を書いてレコーディングした。彼が、バンデンバーグという名称の下でシングルをリリースしたという事実に起因して、すぐに論争が起こった。1980年代に、彼の名を冠したバンドに在籍した他のメンバーは、名前が、バンデンバーグであるエイドリアンに、自分たちの名前なしでの使用を承認しなかったため、訴訟が発生したのだ。法廷でエイドリアンは勝訴し バンデンバーグという名前を使用するすべての権利は彼に、あると最終決定で宣言された。バンデンバーグズ・ムーンキングス・バンデンバーグは2013年、後半にバンデンバーグズ・ムーンキングスを結成した。バンドは、バンデンバーグ、ヤン・ホビング、マート・ニジェミエス、セム・クリストフ・フェルで構成されている。2014年2月21日、マスコットレコードからデビューアルバム、 バンデンバーグズムーンキングスをリリースした。ありがとうございます。